ラララララララ。何を投げるんだ。ちょっとそういうの投げないでくれる。私女の子だから。あ、ごめん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 。ついつい男の子思っちゃった。なんだって。男だと思った。なんつった今もう一回。男だと思った。違う。ねえ、どっちで誰から生まれてきたのかな。ちゃう。あ、お腹に、お腹に。あ、卵だ。これを孵化させよう。ちょびー、俺の生物。あっくん。あ、なんだって。卵で、なんかスースーする。いや、なんて言ったのかな。もえちゃん、卵。もえちゃん、なんかスースーする。もえちゃん、鳥のところで卵。スースーする。卵。もえちゃん、卵。もえちゃん、ね、あれやの。え、パンツ履いてないの。ねえ、そのパンツどこやったの。ね、洗濯機入れてきて早く。いや、無理だ、ノーパンだもん。なんで。それでもいいじゃん。ねえ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 、そこで脱がないで、お風呂場行って。なんで階段で着替えるんだよ。危ない。危ないんだよ。なに。彼は映せない。俺しか映せない。あー、可愛い顔。え、俺のパンツどこ。自分で投げたよね、パンツ。知らないんだけど。パンツどこ。あ、ね、本当にパンツ履いてないこの子、やだ。何やってんのこの人。注意して。キモい。同じ男の子でしょ。ねえ、気持ち悪い。もいちゃん、卵なんだ、さっきから卵卵言って。そのタオルが卵なの。そう、かわいいね。あ、赤みたい。卵ちゃんと履いた。当たり前だよ。卵、はい、はい、みんなソファーから落ちちゃダメゲームだ。マグマが来ました。マグマご注意ください。なんかソファーが壊れそうだけど。私は大丈夫だし。本当に大丈夫なんだよ。私は7シッチ。私はのアリ。入っちゃう。なんか唐揚げみたいな匂いがする。うん。え、今日のご飯何？知らない。あー！え？まえちゃん、今日のご飯何？知らない。ね、なんで俺は言い方そう。何のご飯がいい？マグマがみんな飛ばってきて。あくんは何のご飯がいいの？唐揚げがいいの。唐揚げがいいの。え？唐揚げがいい。却下。いじられるのが好きでしょ？ねえ、本当に唐揚げ食べたいのか？だからつまむの。肉肉しいよ。私に肉肉しいって言わないでって言ってんの。マジがこの人じゃん。なんだ。ねえ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 、まいちゃんのことちょっと女の子として扱ってよ。わかった。まいちゃん。ねえ、たくも優しい。ねえ、ケツ叩くな。優しい男子だわ。あれ？一人優しくされてない男子がいるな。肉肉しい。肉肉しいって言うんじゃないって。優しい大地様に来るに肉肉しいをいただいたんだぞ。肉肉しいって触んないで。肉肉しい。肉肉しい。肉肉しいって言わないでって言ってる。え、女の子に言っちゃいけないんだよ。暑いから離れて。暑い、おめえよ。ちょっと待ってな、まいちゃん。何やってんだよ。なんか大ちゃんがちょっと消えたけど。あ、来た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 。だから隠れてないっていうの。赤ちゃんが、赤ちゃんが、もう出てんじゃん。あと
間でちゅよねえ、俺の赤ちゃん生まれだから、出てもう生まれてるよ、ほとんど。あー、生まれた。ほら、見て見て、あ、ごめんなさい。後ろの猫でちゅ。あ、かわいそう、それは。サンタ、あとでも猫ちゃん会えたかい。うらっしゃるよ。ほら、また落とした。赤ちゃん落としてる、ほら。赤ちゃん折れてる。ああ、頭引きずってるよ。飛んでる。あーちゃん、いいよ。寝転がる。あー、美味しかったでしょ。あーちゃん、また食べたいし。寝転がるところは、まいちゃんのところ。まいちゃんのお布団作ってくれたの、これ。うん、あら、じゃあごめんなさい、まいちゃん。ちょっと寝ていいらしいので、もう、この後の家事よろしくお願いします。お忘れ。今、この子寝かせてるの？あれ？誰かに寝られちゃったんだけど。あー、ちょっと待ってんの、まいちゃん。あれ、まいちゃんのお布団で、作ってくれたって言ってた。ねえ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 。ちょっと待って、あれ、ちょっとなたん、まいちゃんのお布団壊さなくていい。入るわ、場所。あ、場所変えてくれんの。うん。寝ちゃった、まいちゃん。ちょっとまいちゃんも寝ていいんだって、今日重くなったな。28kgになってた。28kgになってた。あら、それは重いよ。で、まいちゃん2時間ぐらいは寝ていいよ。2時間ぐらい寝ていいの？いや、1分。1分？いや、30秒。は？まっちゃん、お高い高いするね。最高でも5秒。まっちゃん、高い高い見て。もうそれただ振り回してるだけじゃん。いくよ、高い高いするよ。高い。なんかプロレス技みたいになってるけど。ねえ、大ちゃん。ねえ、離れろ。まえちゃんのお布団作ってくれるんだって。高い高い。なーたん、どいてたって、だいちゃん。どいてよ、高い高い。あ、俺の部屋の女子は、前のスポーツでちょっとその赤ちゃん真横に来たよね。だいちゃん、ん、あ、なーたん、これ吹っ飛んじゃうから手は離してあげなよ。だダメだ。なーちゃん、だいちゃんたちが来るからすぐ寝転がって。オッケー。またなーたん、なんかしちゃダメでしょ、もう。まーちゃん、まーちゃんの間空いてるよ。ここ気持ちいい。なーたん、まーちゃんにお布団作ってくれたの。なーたん、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 汗かいて、こんな、こんなに汗かいて作ってくれたの。まーちゃんいいよ。クーラーつけようか。つけよ。今なんか、つけろって言ったね。あ、今度ここに作ってくれるの？すごいとこに作ってくれるね。ここだとね、アナみたいな。何がどうせアナ見せろ。うるさいね。ねえ、お前ら寝転がる気だろ。お、また怒ると怖いんだよ。ここでないかも。シャーシャー。あら、この枕はまいちゃんとなーたん。いやー、嬉しい。いやー、猫だな。痛いよー。あっくん、あっくん、そうか、ななに怒られちゃう。あっくんとだいちゃんの寝るとこも作ってくれたの？あたたかい人間巻きの一部。そっか、そうすれば邪魔されないもんね。頭いいじゃん。うるさいけどね。まいちゃん、ダメ。え、なたかっこいいの？あれ、二人に触るの？かけるのか？かけるのか？あすじゃん。寝ていいって言うから、あとの夜ご飯とお風呂の用意。無理無理無理。まーちゃん、家火事になっちゃうよ、俺ら下手だから。やめろ。あ、あ、あ、第二のパパが来た。
これから私ここで寝ていいって言うから。にゃおにゃおにゃおなんて大きさあとのご飯の支度とか。え8時半ぐらいに起きよう。8時半に起きようか。8時半まで寝ていいの？うん。まいちゃん朝まで寝ちゃうよ。バカ、もう疲れてる。朝まで寝れちゃうよ、まいちゃん。俺はもう寝てきたけどね。は、まだ出た。うちののび太くんがいるよ。やっぱ学校から帰ってくると寝ちゃうよ。でもテレビ見ちゃうよ。だってさ、暇だもん。じゃあ、ナタンゆっくり寝ますか。お前も寝た後の髪の毛してんの。汗かいた。汗かいちゃったから。もう汗かいて寝たら臭くなんだよ、お前。暑い。じゃあちょっとだけゴロンしよう、なったん。はい、ゴロン。ねえ、しまーん。ここ、ここだけストップ。ここだけストップ。撮影の GoPro 撮影ストップ。今日は動画見てくれてありがとうございます。インスタグラムをやってるんで、フォローよろしくお願いします。高評価もお願いします。じゃあ、チャンネル登録よろしくね。